はい、皆さんこんにちは。ファミツアップ編集部のターザン馬場園です。そしてハイツアップ攻略班タイガー桜井です。ハイツアップ攻略班宮本です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日何攻略するんだっけ。いやついに来ましたよ、はい、クリスマス攻略来ました。クリスマスといえばね、うん、そうですね、プレゼント効果だからこの前、ね、その話したからね、はい、やっぱこうね、何がもらえるかわからないけど、はい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 、そういったものを持ち寄って、はい、こう交換して、はい、やってたら、あ、いいもの入ってたみたいな、そうそうそう、そういうの味わいたい、ね、何がいくかわからないから、そうそうそう、いや、ドキドキするな、ドキドキするな今日まさにクリスマスですか。そう、確かに今日イブ、はい、これ撮影収録しての24日なんで、そういうことなんですけど、今日男だけだから逆にやりやすいですよね。やりやすいですね。うん、本当になんか女の子とかいたら確かにね、気使うわ。そうだってミヤモーの元になんか美顔器とか来るかもしれない。そうこれはって。そう来るかもしれない。ジェルマニウムローラーみたいな。来るかもしれないから。そこら辺気使わなくていいからね。分からないよ。分からないですよ。そう、まあ、ということで我々が用意したプレゼントが並んでるわけですよ。はい。そこら辺が、ね、まあ、順番にねこう並んでいて、はい、でまあちょ僕のだけね。こういうチケットなんですけど、どういうことですか。なんでですか。なんでですか。なんでそれなんですか。どういうことですか。違う違う。俺は昨日ね、真っ先に買ったんだけど、いや俺の方が先でしたよ。いや俺、いや俺買ったよっつった後に買ったっつってから俺が先だよ。で俺買ったんだけど、今日ねちょっと忘れちゃったんだよな。え、どうしますこれ。お前いやこれ先輩でしょ。いやだから当たった人には、いや当たった瞬間に言うよ。だからそれは何だ、何だ、何だ。だからそういうお楽しみだから、こういう風にビジュアルわかんないでしょ今。うんうん、それ分かるからでしょ、逆に、うんうん、まあそうですね。そうそう、だからそれはじゃあ、物はあれっすね、今度ね、うん、動画の時に年明けちゃうかもしれないですけど、うん、今持ってくるから、それが俺の商品だって、うん、お詫びとともに、うん、お詫びとともにお詫びはしない、お詫びはしないけど、ちなみに、はい、あの最初にお断りしておくと、うんうんうん、これ私たち4人でプレゼント交換するだけです、うん、そうだ。いやもういや薄々感じたと思うけど、これ我々の単なるお楽しみ会なんで、視聴者の皆様にあげるとかは、そうそうそう、その、はい、特に空気感を味わってもらおうっていう、そういうプレゼント交換の空気をね、それが我々の向かい側に座ってると思って、そうそうそうこの空間を共用しようとしてる、そう、それ完全にハブられてるんだよ我々のその動画でそれを見てる人だとね。お願いします。ということで、あともう一つお断りしておくと、はいはいはい、ちょっとこういう動画久しぶりなんですけど、うん、モンスターストライク、うん、ちょっと出てこない。あ、今日やらないです。うん、そうっすね。いや、わかんない。違った。今度に何か入ってるかもしれない。なんか、うん、モンスト要素があるもんな。あるかもしれない。入れときましょうかこれ。確かに。お、それあ、それあれね。じゃあ、小川先生のやつね。これ小川先生に、ね、昨日もらいましたこれ。そうだから俺はあの4年後クリスマスを早めのクリスマス過ごしたから、俺それに行かれなかったのね。一応尾形先生から誘われたよすいませんっつって、俺はちょっとごめんなさいした。モンストのあれですよね、キャラデザイン。あ、そうだ ね、うん、リドラとか、はいはい、ストライクとかね、はいはい、している尾形先生の色紙ね。そう、あとね、あ、だから文庫も書いてるからね。そうだね、ファミツで、ね、これめっちゃ可愛くないですか。だいたい可愛い、これ超嬉しいんですよね。これ超欲しかったけど、あ、ザストライクスサノワールドでしょ、それね。分かる分かる。え、それをくれるんですか。もうなんか勝負があって、これはあの自慢これはないってことでしょ。もらったよっていう、そうそうそう、ちょっとモンストポイント入れないか、はい、あ、そうね、あ、よかったです。ここで1個挟んどいて、あ、よかったよかった、危ない危ない、入んなかった俺ね、あの忘年会で、はい、とあるゲームをしてね、そう、とあるゲームをして優勝したので私、はいはい、もらいました。いいよな、スサノーとワールドと、じゃあスサノーとストライクとワールド、はい、そう、ラッシュとゴブリン、俺も欲しかったな。 あとちょっとタイミングずれてたらそこミヤボー様へってなってたかもしれないまあガチャバトルだったね。そう、言っちゃうね、そう、ガチャバトルだったから。さあ、じゃあ、はい、我々もじゃあいよいよやってみますか。はいはい。じゃあ、まあ、とりあえずじゃんけんしよう。じゃんけん、じゃんけん買ったものからこう、まあどれを選ぶのか選ばないのかを選べると。こっちから、ミヤボー小川さん、タイガー桜井のババチケット。いやもうだ、全く分かんないでしょ、それ。じゃんけんします。大体ほらサイズ感でちょっとやっぱ分かってするじゃん。みんななんか同じぐらいじゃないですか。そうそう。あの初めとくとね、我々予算2000円だから。あ、そうそうそう。我々予算2000円の中で、その己でちゃんとそのこれがいいんじゃないかっていうのを買ってて、だからネタ、そうそうそう、いや分かんない、ネタに走ってるかもしれないし。ガチのあれかもしれない。分かんない、それは。iTunes カードとお菓子は禁止します。食べ物は禁止。それはね、ちょっとね。そうそう。じゃあやろうか。はい、はい、やりましょう。はい、最初はグーじゃんけんぽい。
はい、アイコラ、小川さん、ちょっと見えてます。これ見えてます。あ、オッケーです。勝負グーじゃんけんぽい。はい、はい、これ勝負。お、お、はい、勝負グーじゃんけんぽい。はい、これ勝負。おし、勝負グーじゃんけんぽい。あー、あ、じゃあどうする、さくら。これは、あね、こういうのね、絶対小川さんが一番センサー。あ、確かに。なんでこれ小川さんのやつもらう。よし、あ、それ小川さんのやつもらう。小川さん嬉しそうだけど。重い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 。何、え、偽の重さじゃない、偽の重さじゃない。そうでしょ、偽の重さ。よし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 、わかりました。あの、ふさわしい人が見に行った。ふさわしい見に行った。あ、じゃあいいよ、じゃあちょっと見ようかし。いやね、ここね、タイガー桜井、俺これ選べないでしょ。でももう二択でしょ。二択でしょ。一番これがね、やはりね、何かわからないからね、ワクワク感あるよね。期待値高いね。やっぱこっちにしよう。お願いします。タイガー桜井ってことは必然的に、うん、私がこれなっちゃう、馬場さんチケット、はい、はい、はい。よし、よし、じゃあちょっとごちゃっとしてもあれなんで、順番にお一人ずつ開けてきましょうか。うん、じゃあいいよ。なんかまあ勝った人から。でも後にしてもいいと思うんで。ああ、うん、宮坊さんちょっと宮坊さん、宮坊さん丸いの袋に入ってるやつ。これね、丸いの袋カモフラージュコーティングでしょ。実はそれテープが雑だもん、これ店の人もちゃんと貼ってくれるもん。これ丸いじゃないから、そう、ちゃんと綺麗に剥がさないとね。よし、おお、黒いですね。黒いですね。じゃあ中身をチェックして改めて。これでもなんかミヤボー良かったと。あ、でも誰でもよかったんだけどね、うん、これはやっぱり汎用性高い。まだ、はい、まだ、おまだ。おお、なんか、ちょ、放送さ、厳重じゃないこれ。過剰に放送されてる。すごいすごい。そうね、じゃあいきますよ、うん、俺まだ見てないよ、うん、せーの、てん、え、何、パンツ。かわいい。ちょ、開けてみてみよう。 え、ボクサースタイル、ボクサースタイル。ああ、はいはい、ね、パンツ少なかったんだよね。よかった、欲しかったんだよね。リア、あ、じゃあこれを、あ、ホットにして。ああ、これめっちゃ可愛くないですか。おお、レイトショー、レイトショー。ああ、おお、かわいい。普通にこれ超かわいい、役立つもん。そう、めっちゃ嬉しい、えー、めっちゃ使うじゃんこれ。あ、じゃあ今後この動画の中でもいつの日かこれのを、うん、いや、これ見せるかい、ある。下脱がないで、いや、履いてる可能性があるってことだよね。それを想像しながら見るって楽しみがある。うんうんうん、じゃあガチャ動画とかで。今日はくまちゃんですガチャガチャガチャ、はい、これオーソルにする。いや、ありがとうございます、嬉しいです、うん、よっしゃ、おめでとうおめでとう。使います。パンツ不足だったら、ね、パンツ不足。深刻なパンツ不足。普通にありがとうございます、うん。じゃあ次、馬場さん、開けてみますか。開けますか。宮坊さん、怖いな、これ。これもね、ちょっとベラ、俺のほうはすごいいいんですよ、ヴァンガードさんの。でもね、あれですよ、これあの、だい、危ないものじゃないの、本当に。これ何、これ、これロフトで買ったって言ってたから。あ、そうだ、そう、あ、あ、危ないものじゃない。あ、それ、俺のっすよ。え、これガチじゃん。あ、これめっちゃいいやつ。これめっちゃいいやつ。欲しい、欲しい、欲しい、欲しい。いや、これいいっすよ。え、何、自分が欲しいと思ったの。これスタンドね。そう、スタンド、スマホスタンド。あ、そう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 、だからあの、ね、もう普通になんだろう、こ、そう、そこでも、そこでも大丈夫ですよ。なんだろう、ってここにつけて、うん、いや、そこつけないよ、いいってやって、あ、持ってるんですよ。だから、そう、はいはいはい、そう、寝転びながらね、できる。そう、動画とか 見やすい。あ、確かにね。あ、その、ハンズフリーだからね。そう、ハンズフリーだから、ね、はいはい、あ、いいじゃん、あ、よかった、すげえ、いいっすよ。超いいじゃん、ぜひ使ってください。普通にいいもん。サンキュー。もう、すごい。そうですね、で、ファミツアップのね、動画見ながらね。じゃあちょっと私先に聞いちゃってもいいですか。中身、馬場さんの中身、このあ、それ気になりますね。何を買ったのか、はいはい、ちょっと、じゃあそれ、じゃあ普通に公表しましょうか。うん、馬場さんチケット、それはサボンの、サボン、サボン、サボンの、はい、バスボールっていう。え、あーはー、おー、おしゃれ、おしゃんぽ、おしゃんぽっすね。あのね、ダブルローズっていう、あのすごいローズの香りするやつと、はいはいはい、あとはモスクだっけな、あのっていう香り、おー、うん、おしゃれ。じゃあ入浴剤ってことですか。そう、入浴剤、お風呂に入れてシュシュシュ、すごい、あの小川さんのお肌がすべすべだった。ちなみに最近浴槽ためたのいつですか。ね、
これマジで冗談抜きなんですけど自分でってことですよね。はい、はい、家に高校以来自分で貯めてないんじゃないですか、ね、全部シャワー全部全シャワーです、シャワー全シャワー使われるかなと。じゃあついにじゃあおばさん家にお湯溜まるってことじゃない。うん、ようやく、うん、ってことですね。ちょっといや貯めますよ、せっかくありがとうございます。ね、バスボール、え、サボンいいじゃないですか。そう、いいやつ、はい、いいやつですね。じゃあということで最後、はい、私からのプレゼント、重さめっちゃいいやつ、重さあるふさわしい、みんなの憧れだから、みんなの憧れなんだ、すごい気になるぞ。そうだ、いや小川さんセンス半端ないから、みんなの憧れだ。これ何、陶器か、え、まだ分かんないでしょこれ、まだ手探りで、まだ分かんない、え、分かんない、分かんない、え、なんか2つ、ああ、じゃあ、あ、なんか分かったかも。え、何これ、ちょっと待って、全然分かんない開けても分かんないで、どうぞ、ビリビリいっちゃっていいですか。すごい、なんかちゃんと放送してあるもん、うん、あー、M ですね。あ、もしかして、うん、そう、ちゃんと自立するし、そういうこと、自立するこれどういうこと、自立します。おー、おー、おー、逆かな、うん、え、これすごくない、すごい、くっつけるといい感じに立ちます。あ、はいはいはい、はぁ、ほら、これはすごい、これちなみに材質は木です。ですよね、木、ほらほら、高そう、高そう、え、ちゃんとね、これ漆塗ってある、漆塗ってあるよね。いや、これ、でも本当ババゾノさんが引かなくてよかったね。ババさん引いたら引いたでこれを目指すぞってこう壁とかに飾って、あ、なるほど、なるほどね、そう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 だったらなんかこういう使い方ないまさかのおすすめ車だよみたいな。あとなんか、はい、なんだろうな、夜間置いたりとかできるし、え、な、鍋置ける、そう、鍋置ける、こういう、あ、そっか、そういう鍋置ける、ちょっと大きめだけどコースターとかにも、コースターにもなるのか、バランス、多様性ありますね、それはね、使い方はやっぱ無限大ってことだよね。そう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 、飾ってもいいし、飾れるし、あ、なるほど、いいですね、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。これめっちゃ嬉しい、飾りたい、飾りたい、家に、これなんかドラえもんで言えばあのスペアパレットみたいな存在だからさ、何にでも使えるわけでしょ、これ何でも、そうあの自分の想像力次第で何でも使えるから、うん、なるほど、なるほど、そうだよ、なんか最悪さ、ほら世界がマッドマックスみたいな世界になっちゃったら、うん、薪とかにもできる焼いちゃうんだよね。武器になることもある、武器にも、あ、確かに武器にもなる、うん、でここめっちゃ尖ってるもん、いかなる時でもやる、ここめっちゃ尖ってるもんな、自分次第そういうことです、これ4の方が強いだろ、ね、まあ強いからね、こっちの方が強くない、これ勝てると思ってまだあるからありがとうございます、はいはい、ということで、はいはい、いや、こんな感じだよいや、こんな感じだよ、うん、はい、ということで、いかがだったでしょうかじゃあ、この中で一番しょうもないと思った人をコメント欄に、うん、あ、そうっすね、すね、はい、一番しょうもないと思った人コメント欄、いやいやいや誰だろうね、誰だろうね、いや、みんな、みんな、ほら、そういうことは言えないからさ、じゃあみんな良かった、みんな良かった、みんな良かった、分かんないよ、そういう、まあ、ということで皆さんね、あのメリークリスマスということで、はい、はいはい、メリークリスマス、良いお年を、はい、じゃあ、しましょうかお願いします、はい、いつものように、はいはい、桜井さんのその M4 の M と4ぐらいのあたりにね、 PC からご覧の方はね、登録のボタンが出てると思いますんで、気になった方は登録してみてください。そしてスマートフォンからご覧の方はこの下の方にね、登録用のね、あの URL とかボタンとかね、あのなんかいろいろあると思うんで、そちらから登録してみてください。そしてファミツアップチャンネル、他にも楽しい動画いっぱいあるんで、そちらもぜひご覧ください。そして、だいたい月曜日、毎週月曜日21時から、東海 TV ね、ファミツアップの生でモンストロにやっておりますんで、そちらもぜひご覧ください。ご覧ください。それでは、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。